はい、皆さんこんにちは、さちねえです。本日はミニカボチャ栽培に関する動画となります。で、私はですね、2月上旬に種まきをしまして、今回はですね、ミニカボチャのクリップチというですね、品種になります。こちらは甘くてホクホク、手のひらサイズということで 500g 前後ですね。1つるに 3、4個の実がつくそうです。で、種まき時期が暖かい地域であれば2月から5月と、あと夏8月ですね、寒い地域は4月から5月の短い期間になります。発芽適温25度から30度、収穫は6月から11月上旬で、地域によって変わってきますけど、だいたい4ヶ月ぐらいですかね、収穫時期となります。種はこんな感じの種になりまして、ポットなどにこういった感じで 2、3 粒まいて、1本に最終的に間引きをですね、早い段階でしますけど、本葉が 3、4 枚の頃に畑などに植え付けをするようにします。そして、2月上旬の種まきということですので、外はまだまだ寒くて霜も降りる時期ですので、外には出さずにこのままですね、トレーなどに入れて暖かい部屋の中で保管できるようにしておきました。で、上にビニールをかぶせて、そして不織布などで保温しながらですね、発芽が確認できるまで保管しておきます。おー、ミニカボチャの出方が半端ない。昨日は何も出てなかったのに、いきなりこんなでっかいのがすごいね。3週間後にやっと芽が出ましたビニールをね、かぶせてたんですよ、こういう感じ で、その上から新聞紙して、それでその上からこの不織布をかけてあげてたんですが、やっと芽が出ました。頑張り、はい、ということで、やっと発芽してくれたんですけども、この今のこの写真の時点でだいたい1ヶ月ぐらいの育苗期間となります。はい、で、次にですね、植え付けに関する部分なんですけども、かなりですね、ポットでは狭い感じになってきましたので、鉢植え栽培へですね、ちょっと移行していきたいと思います。で、目安としては最低気温が8度から10度、最低地温が12度以上になった頃が露地にね、出してもいい時期だそうなんですけれども、植え付けは4月下旬頃、トンネル栽培の場合は4月中旬ぐらいが目安となっております。ちょっと私の場合に早かったんですけれども、かなりポットが窮屈になってきたということもありまして、これから鉢植えの方で植え替えをしていきたいと思います。なんせうちはですね、裏庭の方場所があまりなくてですね、畑も小さな畑しかなくて、そこも今満杯状態になっておりますので、どうしても鉢とかですね、プランターで栽培せざるを得ないんですけども、それでも十分ですね、育っていきますので、所狭しとですね、鉢やらプランターが並んでおりますけれども、これでもできるんだよという感じで、後ほどですね、どんな状況かお見せいたしますけれども、はい、結構私は鉢植えとプランターが多いですね。はい、ミニカボチャはですね、痩せた年でも比較的よく育ちまして、病気にも強いということで、手間もあまりかからないので、初心者にも簡単に栽培ができるということなんですが、とは言ってもですね、害虫はウリハムシが発生しやすくて、うどんこ病にもですね、私去年ですね、悩まされた経験がありまして、重曹水をね、週に1回ぐらいスプレーするといいと思います。あと肥料過多になるとですね、つるぼけして実がつかなくなる場合もありますので、注意が必要となります。またウリ科の連作は避けて、日当たりと風通しを良くして高畝にするなどして、水はけを良くする必要があります。はい、こんな感じで鉢植えが完了しました。で、かぼちゃを植える時はですね、複数株をですね、植えた方がいいということで、受粉の関係でですね、チャンスがね、たくさんある方がいいということで、5つぐらいあるとね、いいんじゃないかなと思います。そして私はいつもですね、ミニカボチャはこういう感じで支柱を刺してですね、空中栽培をね、やっております。茎自体が空洞があって、時々折れたりしちゃうんですけれども、場所がね、なんせ狭いもんですから、こういうふうに空中栽培でやらないと、ちょっと広さがね、足りないので、いつもこれでやっております。100均のダイソーさんでトマト用の支柱ですね、を買って、これをどんどん継ぎ足して上に伸ばしていくような感じにしております。
続きまして、親鶴の摘心に関してなんですけれども、この日がですね4月の11日4月中旬ぐらいだったんですけれども、親鶴のね摘心をこれからしようと思います。仕立て方につきましては、親鶴と子鶴を伸ばして2、3本立てにしたり、親鶴を早めに摘心して子鶴だけを、まあ、2本から4本ぐらい伸ばす方法なんかがあるんですけども、西洋酒に関しては親鶴1本と子鶴1本、日本酒とかペポ酒に関しましては親鶴を5枚くらいで摘心して子鶴をですね2本から4本ぐらい残す方法がありますけれども、私が買ったこの種袋にはですね、親鶴1本と子鶴2本の3本立てにすると書いてあったんですが、試験的に今回はですね親鶴を本用の5枚くらいを目安に、それから上はですね摘心して子鶴をまあ2本ぐらい伸ばしていこうかなと思っておりますので、今日この一番上の成長点のところですね、親鶴の成長点をカットして摘心をしていきます。ちょっとまだたくさん伸びてなかったんで分かりにくかったんですが、まあ、一番上の成長点の部分を切ればですね親鶴がこれ以上伸びてこず、その分ですねエネルギーが子鶴の方に行って急激に子鶴が伸びてくると思いますので、まあ、その時で構いませんので、どの子鶴を使うか何本仕立てにするかっていうのを考えて静止していけばいいと思います。はい、本日は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。